クーリーさんの話だとカーツという人は軍の技術将校らしいな。町の北に軍や政府の関連機関が集まっている政府棟が技術上その中にあるはずだ。わかりました。その政府棟に入れるかどうか情報を集めてみましょう。
まあパスカルちゃんじゃない。フェルマー、知り合いか。うん、アンマルチュー族のフェルマーだよ。はじめまして、皆さん。ねえねえ、フェルマーって今ヴェンデル政府の手伝いしてるでしょ。ええ、そうなの。よく知ってるわね。政府島に通ってるんだけど、警備が厳しくてやんなっちゃう。この入管証がないと絶対中に入れてくれないのよ。ねえフェルマー、その入管証ちょっと貸してくんない？私前から一度政府島の中に入ってみたかったんだ。え？でも。お願い、すぐ返すから。ちょっと中を見物してくるだけ。わかったわ。他ならぬパスカルちゃんの頼みですもの。フェルマ、ありがとう。オンに切るよ。教官の持っていた部隊証を使って政府島に入れないかな。死亡扱いになっていましたから、もう無理でしょうね。その通りだ。おそらくあいつにも俺の名を語る人間が現れたことは連絡が行っているだろう。でもどうにかしないとね。ええ、政府島に入るだけではなく、そのカーツ氏に会わなくてはなりません。いや、あいつに会わなくとも研究資料さえ見つけられれば解決するかもしれん。気に入りませんね。資料を見つければ済む。カーツ氏に会えばより確実でしょう。あなたらしくない。僕はそう感じざるを得ません。そんなことはないさ。普段お前が俺をどう見ているかは知らないがな。教官？